安倍総理大臣がオーストラリアを訪問しましたが、今回の狙いは何でしょうか。はい、今日はまさしくそのお話をするんですけれども、はい、安倍さんがまあ歴代の総理の中でもおそらくナンバーワンだと思いますが、もうものすごく自ら海外を歩きますよね。そうですね。外務大臣でこういうふうにやった人いますけれども、僕は共同通信の政治部の記者だった時を考えても、中曽根総理、例えば外交好きでしたけど、はい、こんなに自ら海外に行くことはなかったですね。はい、ですから安倍さんの外遊というと、こうリスナーの皆さん、国民の皆さんももう慣れっこだと思うんですが、はい、その中でも今回のオーストラリア訪問、アボット首相との、首脳会談などは扱いが大きいというか、ニュースとして、普段よりも大きく報道されてますよね。確かに新聞紙面も大きいですね。大きかったです、はい、今朝の各紙、はい、で今朝はまあそれもあって、今おっしゃった狙いというだけではなくてですね、はい、ニュースの見方ということも一つ含めてお話したいんですね。はい、お願いします。と言いますのは、今回の安倍さんのオーストラリア訪問の狙いについて、今朝の新聞各紙あるいはテレビでは、要は中国を考えて中国の包囲網を作るために、あるいは強めるためにオーストラリアに行ったんだと、はい、いうことがまあしきりに報道されているんですが、その中国を念頭に置いてのオーストラリア訪問であることも事実ですが、今回の第一の目的、狙いはそれじゃないんです。何でしょうか。それをお話する前に、はい、一言聞いていただきたいのは、はい、このどうしてこの新聞テレビで同じような狙いばっかりが、つまりそれぞれの新聞独特の見方、あるいはテレビの報道番組、独特の見方があるはずですけれども、それがほとんどなくて、みんな中国封じ込めっていう話でそろうかというと、こういう報道が実は表に出ない、記者会見と違って表に出ない、記者懇談というものを根拠にしているからです。はい、僕も記者時代に、例えば外務省の事務次官であったり、あるいは局長さんであったり、盛んに記者と懇談して、いわば世論をリードする報道の方向を作ろうとするんですね。あ、はい、でそれももちろん大事な情報なんですが、そこばっかりに依存するとこうやって似たような話になってしまうわけです。あ、で官邸の奥深いところ、つまり安倍外交の一つの特徴は外務省に任せない、外務省からしたら非常に気分の悪い話なんですけれども外務官僚任せにしないで自分でやるということが、この安倍外交の実は大きな特徴なんですね。安倍さんの今回の第一の目的というのは、実は中国の包囲網よりも集団的自衛権の問題なんです。ああ、そうですか。集団的自衛権の閣議決定がされまして、はい、日本国内で盛んに、まあ、キャンペーンがされてて、例えば中高生を狙ったツイッターや、あるいは SNS を、はい、使ったメッセージが届いていまして、ええ、これで徴兵制になって君たちはやがて 2,3 年戦争に行かなきゃいけないっていう、そういう、まあ、はっきり言うと荒唐無稽な話が流されてるんですね。でその文面を読むと、例えば北朝鮮の工作活動で使われてきた単語文面ととてもよく似てるんですが、ただしこういうものが流される背景には、やはり国民の中にあまり理解ができなくて不安を持つ人が多いという事実がありますね。そうですね。例えば極端なことを言うと、アメリカは戦争ばっかりやってきた国ですが、そのアメリカ軍と協力して自衛隊が戦争をやるんじゃないかというふうに、つづめて言えば心配してる人がやっぱり少なくないと思います。はい、でその疑問に答えるっていうのが実は第一の目的であって、集団的自衛権を行使するその目的はアメリカとの関係だけではなくて、はい、特にアジアの平和を保つために、中国の異常な膨張が間違っても武力紛争とかひどい場合は戦争になったりしないように、適切な抑止力を持つためにアジアの諸国と協力するというのが目的の一つであるべきなんですが、はい、例えば具体的に言うと、今南シナ海で中国と衝突しているベトナムと、はい、できる範囲で協力したり、あるいはフィリピンも苦しんでますから協力したりということがあるんですが、ベトナムは独裁国家で、はい、そして、フィリピンは中国との紛争が今熱く燃えてるところですから、はい、そことダイレクトにやるより一番オーストラリアとこの協力関係を話し合った方が世界的にも通りやすいし、そしてこのオーストラリアの今回のアボット首相と安全保障について非常に強い連携関係を確認して、
そしてアボットさんは安倍さん一人のためにたくさんの議員を集めまして、安倍さんはそれに応えて今と違って英語で演説しましたね。はい、あんまり上手じゃなくても英語で演説したために、うん、オーストラリアの議員たちにとっては非常に話が聞きやすかったんですね。はい、でこういうことを通じて、いやアメリカと協力っていうだけが目的じゃなくて、例えばオーストラリア、これオーストラリアに悪いイメージ持ってる人は、まあ、日本人もそうですし世界的にあんまりいないです。はい、良いイメージの国ですね。うん、そこと手を組んで、例えば中国はどんどん南に下がっていって、本当はオーストラリアはそれ心配してるわけですが、そういうことを未然に防ごうという狙いが実は第一なんです。ほう、はい、で中国に関して言うと、こう新聞を読みますと、オーストラリアは前のラッドさんという首相と違って、このアボット首相は反中国なんだみたいな書き方されてるんですが、これもまた違うんですね。はい、これオーストラリア現実には経済関係ではやっぱり中国との貿易が一番大きいんです。はい、日本も大事ですけど、日本と中国では人口が全然違いますから、13億14億に物を売るのと、はい、1億2000万に物を売るのとやっぱり違うんですね。はい、でここがまた日本のメディアの思い込みなんですが、経済関係を強くしようと思えば経済以外の分野、例えば安全保障でも仲良く仲良くするはずだと思ってるでしょうが、はい、それが違ってて、世界のむしろ常識は経済関係を強くしようと思えば経済以外の分野、例えば安全保障で対等になろうとするのが本来の姿なんですね。で私たちの自衛隊というのは国内で考えられているよりも世界的に非常に評価が高いですから、はい、その自衛隊とオーストラリア軍が連携すれば、例えば中国軍って非常に今大きくなってますけれど、オーストラリアが安全保障で対等に近づけると、うん、対等に近づけたら対中貿易も今までよりも有利になるという考え方なんですね。はあ、そして最後の一つ申せば、はい、実は中国には新しい動きが水面下であって、はい、11月に北京で APEC っていう会議を開くんですが、そこで安倍さんと会談したいってことを水面下で中国は匂わせてます。あ、そうですか。で安倍さんは早々と条件つけないんだったら応じるってことを、これはもう公にバーンと言ってしまったんですが、はい、さらに中国側のいわば妥協を引き出すためにオーストラリアと仲良くして見せるっていう戦略があるわけです。だから珍しく戦略感のある外交を今安倍さんやってると思いますが、ただしそれがためにオーストラリアに日本の潜水艦の技術を与えると約束してしまいました、これは僕は危ないと考えてます。というのはオーストラリアだって民主主義の国ですから、選挙によっていつ政権が変わってまた親中政権にならないとは限りませんから、はい、なった時に日本の潜水艦技術がオーストラリア経由で中国に漏れるってことも本当は考えなきゃいけないんで、安倍さんがあまり踏み込みすぎるっていうのはやっぱり、国民がチェックする必要があると思います。そうですね、ありがとうございました。はい、独立総合研究所